こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。セブンスリマースをやっていきたいと思います。ダンジョンに、トレジャーハントが、加わりました。というわけで、このトレジャーハントをやっていきたいと思います。トレジャーハント何回目あるんですけどね。まあ。そんな感じで、ファイターを加える必要がある。ファイターはこの、ヨシカコンコンさんの二人のみ。やっていきましょう。やるのが早い。まずストーリーモードです。デザインコンテスト？なんだろう。装備品のデザイン。錦鯉。カープ？広島ファンかな。知ってるよ。終わりかよ。なんかこれ敵キャラになかった？それは。カーの敵。スピーボイスで魂のゴミエラス。なるほど。今回は、それでチケットを落として、物をもらえる。おっと、ここも、同じファッションで揃った。どうも、この装備がもらえるのかな？まあ、能力があれば、それを、取り去って、パワーアップに使うのもいいかもしれない。まずはなんか雑魚的なファンキーゴブリンがやってきて。まあちょっと話にならないですね。この選手もなかなか強いな。やっぱり攻撃力重視ですからね。ボスキャラどれだけ力を発揮できるか。9万って、ニョッキーさん。さて。ジョさんがおお、これプレイヤブルキャラクターだよな。これがその装備のチケットなんですか。パウダー、はい、問題ないですね。どんどんやっていきましょう。今度は、プリーストがいる。プリーストってニョッキさんじゃない。クラッチュさんがプリーストですよね。ヨシさんがなかなか強いんで、ソロアクションパーリーっていうのがありますね。盾で打ち直してダメージを入れて、さらに反撃する。なかなか強力だと思います。やっていきましょう。さあ、またストーリーモードです。驚いてるみたいですね。診断で正式採用するかどうかを決めていると。まあ、なんか敵にバレた時にいいのかな。しっットの鉛筆。スカジャ。うん。ん？あったっけね。ああ、一番下の方がネタになったか、これは。特に寸劇を挟みながら再度戦いの場へ11万。そっか、話にならないですね。まあそれをまあ魔法を使った時だからな。これが集団で使えるんだから、本当にちょっと抜けすぎてるよな。ヨッキーさんにはいつも感謝ですね。どんどん行きましょう。今度はウィザードを加えないといけない。ニョッキさんがウィザードなんで問題ないです。どうせニョッキさんが一発倒せば終わりになっちゃいますからね。なるほど。まあちょっと敵ではないっていう感じですね。はい、これもクリアです。おまけコーナーですか。名物、これはセブンスリバースの名物ですね。ガチャを手に入らなくてもおまけと交換で手に入ると。ハイブリーのまあこれですよね。日々が結構リアルに書かれてますよね、これは。できない。あと村人。なんか地方の現状を表してますね。もう仕事もお店もないと経済も回らない。それらは役場にも勤めるかっていう。闇の部分はありますよね。それか東京へ出るさかな、よし行くぞみたいにパワハラ、そんなのおかしいよ。あれ？なんで？死ぬ気で行ったから死ぬことに。優しいな、ワニゴロウ。あれ生まれてきた意味が重いな。うん、いい話だな。そうですよね。意外でしたねって死んでほしいのかよ。ワニゴロ編終わりなんだ。ただなんかすごいなんか怪訝味ありますよね、マリウス。怪訝な顔してるよな。さてこっから敵が強くなってくる可能性は高いレンジャーですね、今回は。よし、よしさんも悪くないんだけどな。でもレンジャーって強いのいなかったっけ。ポテトサラダさん行ってみましょう。ポテトサラダさんそんな強くない。おっとニョッキさんがなんだ？そんなに強くないか。ピンチです。ここはピンチ。普通の唾液一発で倒しましたね。お、狼が。これ初めて使います。ですね。さあもう早いこと倒しましょう。倒しちゃいましょう。今9000。なかなかですね。さあ最後です。今度はパーティーを加えないといけません。ではポテトサラダさんはここまでで、パーティー誰がいるのかな。ビクトリアさん行ってみるか。まあ、まずですね。だんだんと苦戦しだしてきましたよ。それでも一発ですね。あ、これがラストです。はい、これも一発で倒しました。ニョッキさん強すぎるや。あっと、結構もらえるみたいですね。レベルは上がりました。ハーディーさんをもうちょっとですね。で、いただいたチケットは何と交換できるのかなと、もうアサルトバトルの準備が始まっていると思ったら、2月か。いや、でも期限が3月8日までって書いてるのが気になるよな。来月もあるのか、来月っていうか今月もあるのかな。こんなの前なかったよな。アップだと。で、これがトレジャーハントの賞金ですね。これもなんかアップできそうだな。交換ですね。あ、サブ能力はみんな違うんだ。っては結構アイテムとしてもいいかもしれない。あ、サブ能力ならこれの方が上だったかもしれないな。どちらにしてもチケットがもうないです。もう一回行ってみますか。欲しいですね、チケット。あとパーティーがレベルアップする可能性もあるので。しました。あ、ハーリーレベルアップしましたね、ハーリー。回復力アップがゲットできるようになったと。というわけで、そこでパラディンの能力を確保するには訓練所に行けばいいんだ。訓練所に行って、アクションアビリティで10になったパラディン、あ、10じゃダメなのか。それでも回復量はゲットできます。さすがに もらえる金額高いよな。ジョブアビリティが70、なんかいろいろ獲得できたみたいですね。そして、継承アビリティをから装備を外していきたいと思います。これらを売ると。いうことですね。あと、デイリーダンジョンが残っているので、それだけクリアして、本日は終わりたいと思います。なかなか楽勝だとは思いますよね。スコア19万点。OK です。さあ、村に戻りましょう。あ、戻らなくても合成できるんだ。けで、セブンスリバースをやっていきました。コートレジャー半島12日まで行われます。もしアップしてまだ期間が間に合うようでしたら、ぜひともチャレンジしてみてはいかがでしょうか。なかなかいいサブスキルといいますか、サブ能力も手に入るみたいなので、難易度もそんなに高くないので、パワーアップのチャンスだと思いますので、ぜひ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 。というわけで、セブンスリバースをお送りいたしました。はい、いつものお知らせになります。Twitter、ブログ、説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見に行ってください。チャンネル登録を募集しております。チャンネル登録していただければ大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後の20秒で流します動画プレイリスト。はい、こちらの方もお時間がありましたらアクセスしに行っていただければ嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。